こんばんは、ちおちゃんのお時間です。ちおちゃんでは以前ショート動画で自らを家畜化した動物としてボノボを紹介しました。以下が動画の簡単な内容です。ボノボとチンパンジーはもともと同じ祖先を持っていましたが、チンパンジーはゴリラと餌を取り合う必要があったので攻撃的な個体が生き残りました。一方ボノボは餌が豊富にあったので争う必要がなくなりました。その結果メスのボノボは攻撃的なオスを選ばず、おとなしい個体を交尾相手に選ぶようになり、攻撃的なオスは滅んでいきました。そしておとなしい性格のオスが子孫を残すことができました。これをジオちゃんでは自らを家畜化したと表現しています。詳しい内容を知りたい方は概要欄に貼っておきますのでご覧ください。この時多くの方からこれのどこが家畜化なのといったコメントをいただきました。もちろんこれはあるボノボが他のボノボを家畜のように支配して飼いならしているといった話ではありません。そこで今回はショートでは説明しきれなかったボノボの自己家畜化について説明していきます。この動画を最後まで見ていただくとボノボの自己家畜化についてよくわかると思います。ちおちゃんでは生物や歴史など世界に関するあらゆることを紹介しているので、興味のある方はチャンネル登録をお願いします。それでは始めていきましょう。ボノボの自己家畜化。冒頭でも言いましたように、ボノボの自己家畜化とはあるボノボが他のボノボを飼いならしているということではありません。結論から言いますと、攻撃的な個体が排除され、おとなしい個体が子孫を残すことによって、家畜動物が持つ特徴をボノボが持つことになったということです。この説明だけでは何を言っているのかわからないと思うので、詳しい内容を見ていきましょう。自己家畜化という言葉を使ったのはハーバード大学の生物人類学者リチャード・ランガム教授で、善と悪のパラドックス、人の進化と自己家畜化の歴史を書いた著者でもあります。彼の専門は暴力と非暴力の進化力学、類人猿の保護などです。彼は1987年からウガンダのキバレ森林国立公園で野生のチンパンジーの行動について研究を続けています。彼はこの著書において、ボノボは愚か、人間も自己を家畜化したと提唱しています。そもそも人間を家畜と考えたのは彼が最初ではなく、古くはダーウィンなども人が家畜化されたと考えていました。ランガム教授は著書の中でこのようなことを述べています。進化の過程で人間は言語を話せるようになりました。この利点は人類が凶暴を企てることができるようになったことです。つまり粗暴ないじめっ子、大勢で凶暴することによって自分たちは安全に処刑することができるようになったのです。これによりいじめっ子のような攻撃的な性格の人間は滅ぶこととなりました、と述べています。では言葉を話せないボノボには何が起きたのでしょう。チンパンジーとボノボは共通の祖先を持ち、非常に近縁の種です。200万年前、地殻変動によりコンゴ川ができた時、チンパンジーとボノボの生息域は隔てられました。チンパンジーとボノボは泳ぐことができないので、彼らは別々の進化を遂げることとなります。まずはチンパンジーから見ていきましょう。チンパンジーの生息する場所にはゴリラも生息しています。チンパンジーとボノボの祖先は樹上の果物や地上のハーブを食べていましたが、地上にはゴリラがいるため、チンパンジーはこのゴリラとの競争を避け、樹上中心の生活となり、主に果物を食べることとなりました。チンパンジーはボノボと同じように社会共同体を持って暮らしています。チンパンジーの群れではオスが乱暴に走り回ったり、他のオスを攻撃するなどの行動が観察されます。チンパンジーの社会では他のオスから一人前のオスと認められるためには、群れのすべてのメスを恐れさせる必要があります。このようにしてオスはメスを支配して群れの秩序を守ろうとしているのです。当然メスはオスを恐れています。メスたちはオスに対して非常に不幸な関係を築いているのです。そして実際攻撃的なオスの方が次の子孫を残せる可能性が高くなっています。餌を取るのもオスが中心で、メスは物乞いをする必要があります。餌を求めて探す時、他の群れと出会うことがありますが、その時は大体群れ同士の抗争となります。この時子供のチンパンジーが犠牲になることもあります。このようにチンパンジーの社会では暴行、殺害、強姦が横行しているのです。それに対し、
ボノボの生息域ではゴリラがいないため、樹上の果物も地上のハーブも食べ放題になりました。その結果、チンパンジーの社会では樹上で大きなグループを作ることが困難だったのが、ボノボのメスは地上で大きなグループを作ることが可能になりました。これにより、オスがあるメスに嫌がらせをすると、メス全員でオスに制裁を加えることができるようになったのです。人間は言葉によって凶暴を企てたのに対し、ボノボのメスは大きな徒党を組むことによってこれを可能にしました。ボノボの群れではアルファメスがアルファオスと同等かそれ以上の関係にあります。アルファオスでいるためには他のメスたちの支えなしにはいられないのです。あるオスは彼の母親が生きている時はアルファオスだったけど、母親が亡くなるとアルファオスの座を奪われることとなりました。このようにアルファオスでいるためには女性に気に入られる必要があります。ボノボは他のグループにも寛容で餌を分け与えたりすることさえあります。このようにボノボはチンパンジーと比べると非常に平和的な動物となったのです。教授が観察する限り、ボノボが他のボノボを殺害する行為は見られませんでした。ランガム教授は、自己家畜化を人間が関与しない攻撃性の低下の進化と定義づけています。それに対し、人間が関与した結果、攻撃性が低下したものを家畜とし、これと分けています。攻撃性の低下を理解するためにはまず家畜動物について考えなくてはいけません。家畜には野生の祖先よりも体が軽い、顔が短い、歯が小さい、性差がある場合は骨格の女性化が進んでいる、脳が小さいなどの特徴が挙げられます。また幼年期の特徴が大人になっても保持される小児成熟ネオテニーが見られます。これは狼と犬の関係を見るとよくわかります。このような特徴が現れるのは、おとなしい子孫が残されるにつれてアドレナリンの水準が低下していったためだということがわかっています。ここで重要なのは、ただおとなしさの選択交配をするだけでこのような家畜が持つ特徴が現れるということです。シベリアの遺伝学者ドミトリ・ベリアーエフは、家畜化で最も重要な因子はおとなしさの選択的繁殖だということを提唱し、実際におとなしい性格を持つというただ一つの条件のもと、キツネを選択的に交配させました。その結果、おとなしい性格だけでなく家畜動物が持つ特徴を持ったキツネを生み出すことに成功しています。この実験を詳しく知りたい方は以前の動画キツネの家畜化実験をご覧ください。ここでようやくボノボの話に戻ることができます。ボノボはこれまで見てきたように人間の関与なしに攻撃性を低下させる生物学的プロセスを経ました。ボノボはチンパンジーと比べると性差による体格の違いが少なく、体は華奢で骨が薄く、筋肉量が少なく、顔が短く、犬歯も短く、そして脳が小さくなっています。成熟した個体の顔つきもチンパンジーの子供のようで、ネオテニーの特徴がよく出ています。このような身体的特徴にとどまらず、行動でも幼児的なもの、子供のような振る舞いを見ることができ、ボノボの子供はチンパンジーの子供よりも母親のそばで過ごす時間が長いことが分かっています。以上のことから、ボノボは家畜動物が持つ特徴を持っていることが分かり、故に自己家畜化したと言えるのです。いかがでしたか？自己家畜化についてどう思われましたか？コメント欄にて感想をお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。